劇場版学園計画です。計画通り白畑一穂です。計画通りポンとくるです。計画通り初詣ポンとです。みんな真似するよ計画通り。本日はデスノート人狼をやりたいと思います。すごい初めて見た。こちらは9月の末に発売されたばかりの、デスノートをモチーフにした人狼ゲームとなっております。まあ、そもそもの人狼のルールがわからない人はまあググってもらって、まあ、要するにこの誰が犯人かわからない状態で、殺し合いをしていく、殺し合い、まあ、順番に殺されていって、犯人を見つけるか全員殺すまで勝ち負けが決まらないっていうゲームになってます。まあ、人狼についてはちょっとルールをググってもらって、今回のデスノート人狼についてルールを説明したいと思います。今回は5人でプレイします。5人でプレイする場合はキラチームがキラと、まあ、信者、ライトとミサミサのカードになります。これをもらった人はキラチームです。 L チームは L と警察官2名、このカードをもらった人が L チームになります。5人だと役職はこんな感じに分かれます。でまず、1人2枚、このアイテムカードを所持しております。このアイテムカードは自分のターンが回ってきた時にだけ使えます。自分のターンが回ってきたらカードを山札から1枚引いて、その中からカードを場に出して使います。カードによっては場に出ても使えないカードがあります。カードを使って、2ターン回ったらキラによる裁きの時です。その時にキラの役職の人がデスノートを持っていた場合、1人を指名してデスノートに名前を書いて裁きを下すことができます。キラがデスノートを使って L チームの人間を残り1人にするか、もしくは L を殺すことができたらキラチームの勝ちです。 L チームは逮捕というアイテムカードを使ってキラを指名することができたら勝ちです。裁きが下るときと逮捕されるときはそれぞれ1枚ずつだけ対応するカードが入っていて、そのカードを使えばゲーム中1回だけ、キラは逮捕されることを防ぐことができるのと、 L 側の人間は殺されるのを防ぐことができます。2ターン目以降、1回目の裁きの夜の以降は1周ずつ、回って裁きの夜が始まるということになっております。これを繰り返していって L チームが残り1人になるか、もしくは L を殺すか、キラチームが逮捕されるまで、ターンを続けていきます。 Do you understand? Yes! Let's go! Go! よーはい、大丈夫です。それではまずは招待カードを配らせていただきます。はい、マスクずるくない？マスクずるいよね。アイテムカードを配らせていただきます。はい、お願いします。それではデスノート人狼スタートいたします。はい、皆様、はい、自分のカードをめくって正体を確認ください。自分のキャラじゃあカメラに見せてください。縦向きで見せました。まずはスタートプレイヤーを決めます。最近リンゴを食べた人。食べてません。それではじゃんけんで勝った人がスタートプレイヤーになります。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。イエーイ。ポンとペロからスタートになります。はい、ここも見てみます。はい、カメラに。ポンとペロからスタート。ドロー。ポンとペロがテンションが高いということはキラではないのではないだろうか。あいさん、いきなり口調何どうした、オタク。もう操作始まってるから、みんなもう操作始まってるからね。どれですよ。じゃあまずは監視。プレイヤー1人を指名し手札のカードをすべて見る。どっち？あ、でここまず無からのスタートだから。そうなんです。じゃあうるさかった白旗。無駄口を叩くと撃たれるからな。全部でもマジで分かんない。これただ運で回ってるだけだから、ね。うん、見たところ全然見られても大丈夫です。左に流すとかで何が来るかで分かるからね。あ、右にカードを流すで何を流してくるかによって分かることもある。うん、はい、
わかりました。私か。うん。ポケモン。はい。ドローしまーす。はい。なるほど。でも見せてくれ。なるほど、なるほど。はい。はーい。ではでは。操作、右。はい。右に、一番数字の少ないカードを右に回してください。なんで見せた？あ、そっか、見せちゃった。なんで見せた？あ、そっか、見せちゃった。このリンゴって正体を見るカードだけど、それをやることによって自分が不利になることってあるんですか？ないです。私、早ければ早いほどいいよね。うん、正体確定するの。でもこの時点では、まあ、石戸さんが何の役職か分かんないけど、もうどうせ今手札見られてるし、まあ、他に流れることはないけど、何を使ったか、何を、今これでリンゴじゃないカードを使ったら、うんうん、どっちにしろ 2-1 で手札がバレるから、ね、まあそうっすね、まあ、早く使った方がいいし、うん、じゃあこれ使います。はい、白旗。ほう、どうぞ。はい、はい、じゃあ佐野さんです。はい、出さなきゃいけないやつなんだよね。そうです。なんだっけ、自分の手番で手札にあるなら必ず使用すること、全員手札の中からナンバーが小さい方のカードを目の前に伏せ目を閉じる。その後全員で13秒を数える間にキラのみが目を開け、伏せられたカードのどれかと自分の手札を交換してもよい。で、キラとミサミサが目を開けれる人なんだ。はい、そうです。目つぶって、目つぶって机を、赤いやつ出して、はい、目をつぶって机を叩きます。はい、はい、それでは13秒数える間にカードを交換してください。皆さん机を叩いて13秒数えてください。はい、はい、手札に1枚戻していただきますので、ちょっと数を延長します。ん、数えるのを延長します。今1人取りましたけど、自分の手札からまた戻さなきゃいけないですもんね。あ、目開けちゃった。えっ、どういうこと？ちょっともう閉じてる。はい、そうです、交換です。交換、カード交換です。交換です、カード交換です。今手札を皆さん多分取っただけの人がいるので、うん、カードを交換してください。それではもう10秒数えてください。おや？よーい、はい。じゃあ皆さん裏側にカードがなってるので、ご自身のカードを改めて持ってください。目を開けてもいいですか？はい、目を開けて大丈夫です。開けます。
え、バカってことなんて、サモさんじゃない。分かってない。バカ呼ばわりや。分かってない。ゲーム分かってないの、絶対サモさんじゃない。え、私的にサモさん怪しいと思う。なんか、分かってなさそうじゃない。ルール的なの。なんで俺が疑われるの今ルールを把握してなかったから一番やり慣れてないサモさんなんじゃないか疑惑が出てるけど、うん、分かんないそれ。あ、そうか、だからペロちゃんが言ってるだけ、ポトクロが言い始めたから。え、デスノート絶対でしたじゃないですか今、うん、小さい方から持ってた人誰ですか。持ってました。で、デスノート帰ってきました。おー、うん、何これ誰かが多分だからフェイクで撮ってない。フェイクする意味なくない、撮らない。いや、意味なくはないでしょ。ただあと一旦あるから、うん、それまでに自分のところに回ってくればいいし、まあギリギリで手にする方がメリットあるからね、バレにくいから。で、自分が手に入れちゃったらそもそも私に、あ、もうデスノート撮ってったなって分かるじゃん。だからフェイクしたのか。私は白旗の正体を知ってますけど、さっき見たからね。そうだね。で、ヒラではない。ヒラではない。おやおや。あ、ヒラではないって言ったの？ヒラではないって言ったのかと思った。ヒラ社員じゃないってことだからなんか役職がある人って今言われたのかと思ってびっくりしちゃった。ヒラではない。白旗か。はいはいはい、なるほどはい、操作左、一番数字の小さいものを左に回してください。はい、リアクション。じゃあ、ああどうしよう。じゃあペロちゃんで交換。はい。はい、プレイヤーの一人を指名し、番号が小さい方のカードをもらう。あ、これあげて。で交換です。いい、好きな。全然わかんないんだけど、でも白畑と石藤さんがなんかグルな気がするグルだけど L 側です。うん、だと思う。私本当に L チームなんだけど、うん、もし石藤さんが L チームじゃなかった、いやでもワンチャンキラっていう可能性もあるよ。ワンチャンキラで自分を L チーム側に見せるために私を引き込んだっていう可能性もあるから、うん、あ、で2人でグル。うん、だから私はまだ、まあ多分大丈夫よりだけど分からんと思ってて。ちなみにだけど何来た？え、警察警察だった。え、違う、今交換して逮捕ですか、ね。うん、なるほど、うん、でも今デスノート持ってるのはそう、私、うん、あ、そっか、そう、うん、そこは流したの。私はさっき操作を左を使って流した。出していいですか、じゃあ。出していいです。監視。お、シラさんか。めちゃめちゃ見られるやん。はい。だって怪しいもん、シラさん。さっきが強かったから。さっきまた強かったからさ。引きずんないで、さっきのゲームを。いやー、もうマジで怖いからな。それでは、2ターン終わりました、ね。はい、そうだ。キラの様、今時間になります。はい。皆様、目をつぶってください。はい。キラの裁きの時間になります、はいはい、デスノートを持っておりキラの方はそちらにお名前を書いていただきますので私が
手帳をお渡しします。手帳デスノートじゃない手帳殺せんの人ノートをお渡しいたします。それでは手を叩いてください。手を叩くの机じゃないの。それでは目を開いてください。第1回目のキラの裁きの時間、誰も裁かれませんでした。はい、はい、じゃあ石堂さんが本当に持ってるとしたら、うん、石堂さんではないと。そうですね、うん、それも分かんないけどねでも私ではない、うん、はい。それでは2ターン目、はい、参ります。ここからはもう1周だけで、ね、え、本当にモンスターですね。モンスト、モンスト、こう来て、交換の時こう来て、うん、ここに回ってる。私が持ってます。でもここが白だとしたら、デスノートずっと待ってる。いや、ここでしか待って、うん、3人でしょ。こう、ま、来たよね、最初。こう来て、こう来て、こうだから、で、その前は監視で、左関心右か、右、うん、まだ左に行ってるだけだから、まだキラのところに出ないはず。わざと流してるか、うん、まあそのパターンもあるけどまあ今現状 L がまだ把握されてないから、そう、ね、L が大体分かれば私は逮捕を回せるし、うん、だって警察だから、だって警察だから、警察だから待って、めっちゃ怪しい。いや、なんか私今めっちゃ強いカードに持ってるからね。うん、あー、そっか、うん、どっちも、そう、どっちもいける。強い。ただ私は L 側なので、早く L を把握したい。怪しい。カノさんが無なんだよ。カノさんマジでわからん。どっちともわかんない。カノさんのリアクション、カノさんマジでわからん。なんかでもミサミサな気もする。がミサミサで、だからデスノート持ってるけど使えなくて、でかばってるからチンキラー。いや、ペルは怪しいと思いますよ、私、うん、なんでそんなグルーの。いや、だって知ってるし、メル側の意見がさっきから一個も出てないから。メル側ってか、なんていうの、だって警察だ、ここ怪しいみたいな、なんていうの、めっちゃアピールしてくる。人に罪をなすりつける動きが多いさっきから。え、だって二人で、二人しかグルーになってないじゃん。だから人狼と見て、ミサ、いや、まあでも、まあそれは任せるけど、でも私は完全に白旗が白だって分かってるのは私だけなの。白旗は私も今多分デスノートの指導さんが持ってるから、うん、こう流してるから、うん、多分それは間違いなくて、でも今そう言われ使われなかったから、キラではない、うん、キラではないと思ってる、うん、あ、ペロのターン、ね、あ、そうだ、はい。白旗がの正体知ってんのめっちゃ気が楽。一番性格の悪い白旗を把握してる。おいおい、性格が悪いは語弊があるよ。一番人狼がうまいと言ってください。人狼とカードゲームがうまいと言ってください。そう、でさっき一回ぶち勝っただけでこんな疑われんの。リセットリセット。フェイクで流して。え、じゃあ石堂さん交換で本当に、なんだっけ、指名書番号が小さいもんね。だから本当にそうなんです。まあでもこれペロがキラだったら普通にデスノート欲しいだけっていう感じありますかね。まあでも私はキラではないから、うんうん、大丈夫ですか。大丈夫です、はい。じゃあ操作左を使います。左に少ない数字流してください。はい、少ない数字、ちょっと、はい、なるほど。おや逮捕が来ましたね。逮捕が来ました、うん、石堂さんがさっき言ってることが本当なのであれば、うん、デスノートが今ペロに回ってるはずなんですよ。うん、そう、回らなかった、操作だったの。逮捕が渡したから渡した、うん、え、逮捕渡したんですか。から回ってきた。え、あの番号が若い方でしょ。若い方、逮捕、あれ、え、操作だった。え、逮捕は、え、デスノート持ってたんじゃないですか。あ、だとしたらデスノートしか渡せないですよね。そう、デスノート渡した。え、デスノート渡した。え、渡したよね。え、操作だった。あれ、私今持ってない。
おい誰かわかんなくなったな。これは石野さん怪しい説出てきた。いやいやいや、私デスノート渡したよ。いや渡した、え？いやえ？デスノート渡した。私持ってないもん。え、でもだとしたら、あ、そう、グルでしょ。どこにあるんですか。ペロちゃん持ってない。でもあそこでペロが交換を使うのもちょっと怪しいんですよね。だって石戸さんが確実にデスノート今持ってる敵、持ってる確率が高いのに、私的に石戸さんは黒、黒っていうかグレーだと思ったから。何が回ってきたのかな。え、操作、え、操作回した、操作、うん。いや、私逮捕とデスノートしか持ってなかったから、うん、逮捕回した、記憶ある、うん、逮捕持ってたんだね。逮捕交換したのか。そう、そう、逮捕は白旗が回したって言ったやつは回ってきて、で操作、うんうんうん、そこは合ってるね、そこは合ってる、うん、で番号のこと考えたらもう必然的にって感じ。もしデスノートが本当にペロに回ってるんだとしたら、今ペロがデスノート持ってるルシー、キラもし隠し持ってたならこっちに回ってるから、あこっちにある。逆にあれ回すの使ったんだっけ。さっき使って、その時点で逮捕は確実にあって、逮捕はもう持ってるね、その時点で。だが記憶力がなくなってでも逮捕も来てたら、その時点でペロの性格から推測すると裁き立てると思うんだよね、 L チームだとしたら。だって石戸さんがデスノート持ってるって言ってんのに、うん、逮捕来たら、うん、あ、予想ってなるじゃん、ペロの性格的にね。なんでえ、デスノート持ってるって言ってんのに、逮捕来たら嘘ついてることが確定で、キラ確定になるやつ。したらデスノート、ペロがキラだとしてデスノート持ったらデスノートの数字が変えられるから、操作が4で逮捕が1だったから、小さい数字を回すっていうので、そのにもう1枚何持ってるの。んもう1枚で、アリバイ持ってる、回ってきた、アリバイ回ってきたってことは、操作、今持ってるのが操作とアリバイだとしたら、田野さんがアリバイ回したってことだよ、さっきの左に回され、うん、もう覚えてない出た、本当のか嘘なのか。説明しますね、はい、操作右で番号が小さいカードを右方向の隣のプレイヤーに回す、はい、なんで1枚しかないの。え、なんで回してなんで1枚しかないの。はい、はい、もう、わかんない。あ、どうぞ、見てください。ペロはキラでデスノートを持ってると思います。ちょっと嘘、何のためにさ、いや、あのキラで嘘ついてるのか、ミサミサで守るために嘘ついてるのか。キラだと思うんだよ。私まず警察なんだけど、このリアクションはキラだと。いや、どうしよう。いい？いくよ、はい、監視、プレイヤー1人を指名し手札の全てを見る、佐野さんを見ます。全部見せればいいですか。全部見ます、はい、何持ってるか教えてもらっていいですか。アリバイと監視、うん、私は、さっき今逮捕を回したんですよ、うん、で、さっきペロアリバイとデスノート持ってる、デスノート持ってるとしたら、まあ、アリバイを流して次に殺すに、エルブッコロにかけたのかなっていうパターン、うん、で今のところ逮捕持ってます。逮捕持ってる、逮捕1枚ある、逮捕ここに1枚ある、逮捕持ってる、この逮捕をいつ使うかは自由じゃない、ターンが待って続けるけど、うん、僕が引いてるんですよ、これ。そうです。で、これで裁きの一旦終わりますね。次、もう次1ターン目から来ちゃうんで、もう逮捕は使える時に使った方がいいかもしれないですね、これは、うんうん、あ、絶対石川さんが調べたら監視、はい、で指名できるんですよね、うん、誰かの手札を持つことができます。で、ペロさん、はい、分かった、はい、何がありました。あ、言わない方がいいのかな。それは佐野さんがどの役職かによります。
俺がどう言ったらまずくなるんですか。それは佐野さんがどんな役職か。佐野さんがどっちチームかに言います。あ、だからあれ、ね、これはいや、何のカードだったか教えてほしいです。これはカードさんが持ってるのはあれです、デスノート。あれです、デスノート。デスノートと何でした、もう一個なんだっけ。大事やん。もう一個なんだっけ。デスノート。これで誰か死んだらペロはデスキラ確実、うん、エルは今のところマジで誰か分かんないから。分かんないね。裁きの時間です。へー。目をつぶって13秒数える間に私がキラにキラさんこれをデスノートを渡します。目をつぶる、うん。それでは13秒数えてください。はい。裁きが下されました。裁かれるのは白旗さんです。よく喋ってるからだ。よく喋ってるからです。私は別にここにいてもいいですか。あ、でもゲームはその位置に行った方が面白いか。はい。え？私が最後に言った言葉を忘れないでください。え？出ます。ドロー。忘れない。はい。なんか喋ってもいいんじゃないですか。あ、モニター的な。じゃあ炎。はい。小さい炎。はい。正解です。やったー、やったねー。惜しかったな。てかマジ嘘のつけ方わかんなくて、どうしたらいいか全然下手下手下手。下手だなと思います。下手でしたよね。下手だったと思う。下手だ。最初さ、なんかカードをなんかキラが戻さなかったためとか言って10秒近くやばい、これ絶対やらせてバレるわと思って佐野さんにバカだからとか言って教えてくれて、なんか言ってきたから、え、おかしいでしょ、それ。あの、ここをいきなり疑ってきた時点で結構怪しかったの。もういきなりなんかここが怪しいとか言って、いや、別に怪しくないよ。じゃあ、なんかグルになってたからいけるかなって思ったんだよね。ミサミサだよ。あ、僕です。ミサミサにしては下手でしたね。あ、下手だった。さっき上手かったんだけど、ペロがデスノート持ってるって言わなかったら、うん、マジで分かんなかった。あ、そうだった、ね、あれです、デスノート。デスノートと。佐野さんがデスノート持ってたって言って、持ってるって言ったから、え、警察官側と思って信者いなくなった。あ、そうなの。でもなんかもう一枚分かんなかったって言ったから、なんか変だなと思って信じたら。というわけで終わりました、デスノート人狼。イエーイ。悔しい、マジで。いや、本当に終わった後にしくったなと思って、私交換のカードを引いて持ってたのは逮捕とデスノートだったの、うんうん、でデスノート自分持ってれば殺せるから絶対持ってるべきじゃん、うん、でもう一個が逮捕だったので、佐野さんは絶対ミサミサで仲間だって分かってたのに逮捕カードをなんか渡しちゃったのよ。あ、炎にね、交換でね、キラキラじゃない、エル側に、エル側に渡しちゃって、それだったらさ、今思ったら交換カードを使ってもう逮捕なんていう一番危ないカードを佐野さんに渡しておけばよかったって思ってさ、そしたら勝ってたよね。まあ勝ってた可能性の方が高いけど、分かんないね。なんか炎がエルって分かってなかった、分かってなかった。だから本当は2分の1の確率で逮捕がいってれば、そのターンで捕まることはなかったけど、でもどっちか絶対噛むから、そしたらもう終わりじゃない。偽名持ってるもん。
あー、そっか。え、銀メダル持ってたの？あ、だから、まあ、それで石堂さん、あの操作とかがないまま石堂さん噛んでたら勝ってたかもしれないけど。確かに確かに。そうだな。あ、でも負けたんだよね。負けたんだよ。お前も負けたんだよ。いや違う、1週間くらい引きずりそう、これ。ずっと言ってそう、会うたびに。会うたびの石堂さん。最後私、タイムを佐野さんに、そう、佐野さんに渡してたら勝てなくないで、1週間くらい言う。いやでも結構面白いね、多分。いや、面白い。面白い、めちゃくちゃ面白い。か数字とかがあって、うん、そこが順応よりちょっと、こまごましてて それがマジで面白い。なんかカードゲームの要素も結構強いから、普通に人狼やるよりも1個多分考えることが多いんだよ。でもその分カードがあることによって誰がどんな役職かっていうのを把握しやすいから、めちゃくちゃこれはいいですよ。面白かった、うん、面白い。これも私カードゲームもやってるんだけど、これカードゲームも人狼も好きな人におすすめ。あーねー、うん、めっちゃ面白い。絶対ハマるよね。めちゃくちゃ面白い。面白かった。はい、というわけで今回はデスノート人狼で遊んでみました。こちらは2019年の9月末に発売された、カードゲームでして、数量限定あ、ね、数量限定らしいので、今回たまたま近くのドンキにありましたけど、見つけた方はぜひゲットしてください。というわけで劇場版ごきげん帝国チャンネル登録者数5万人を目指して動画をアップしております。チャンネル登録していただいて5万人達成すると、モノとシホの仮面が外れて4人で滝行に行ってきます。はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして11月16日、モノとシホが入って新体制での劇場版ごきげん帝国初のお披露目ライブがありますので、そちらもぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。お待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。